アルイエの昼過ぎ V モンキー。竹内力の力まず行こうや。さあ、違います。違いますよ。あ、すいません。タルビとハルイエの昼過ぎ V モンキー。すいません。ちゃんと言ってください。お願いしますね。竹内力じゃなかったです。竹内力じゃないですから。改めましてすいません。はい、ホープマンズのタルビありがてえです。はい、大好きなのはひまわりの種、トットコハム太郎です。お願いします。はい、お願いします。お願いしますじゃないよ。絶対突っ込んでくれないんだから。何ですか？トットコハム太郎じゃないですよ、私。トットコハム太郎じゃないんですか？違いますよ。どう見えてます？明日はもっといい日になるよね。へけじゃないよ。へけじゃないよ。違う。違うよ。誰ですか？レシートズ春家です。よろしくお願いします。そしてですね、はい、先週に引き続き、先週に引き続き、特別ゲスト、はい、千原ジュニアさんです。ほんで、いや、考えられんやろ。皆さん聞いてます？地獄モノマネです、これが。地獄何が僕のお友達、平安慎吾くんです。平安慎吾です。よろしくお願いします。お願いします。でも今あの今期は僕これで押そうと思ってるんですよ。モノマネなんか時々ね、ジュニアさんのモノマネできるって言われたら、はい、もうすぐこれ。まあでも100受けるでしょうね。はい、ひどすぎて1ミリも似てないの。はい、似てないですかね。あ、じゃあ俺が過去に一番笑った平安慎吾くんのモノマネ今やってくれるか分かんないけど、はいはい、振っていいですか？はいはい、どうぞお願いします。じゃあ、あの、またさっきみたいに、有名人っぽく紹介して、はい、お出迎えいたします。本日なんか、ゲストが来てるみたいで。はい、そうなんです。はい、本日のゲスト、はい、吉高由里子さんです。銀行がなくても、コンビニで大丈夫。これ。ひどい。何がよ。ひどい。何がよ。ひどい。みんな大笑いしてる。映画どころじゃないんだよ。聞いてくれないんだ。いやいや。みんな映画の内容忘れるよ。映画どころじゃないよ、みんな。聞き入ってるよ。すごく会話されてる。なんか、吉高さん、千葉来てる？ってなってる。来てない、来てないよ。来ないよ。乗ってない。来ないよも違うわ。銀行に行けないの方じゃないですね、しかも。違う。コンビニで大丈夫。かわいい。似てな、かわいい。似てたけどな。すごいね。今日も京成ローザでは人がたくさん。あ、すごい増え。みんな映画見終わりですか？映画見終わりですか、皆さん。映画見終わりですね。映画見終わった。コナンですか？コナン？何これ？映画見終わ、違う。サブマリン？これ何見てるんですか、今。何？何見終わったんですか？そこのギャルのお姉ちゃん。お姉さん、お姉さん映画見終わったんですか？あ、映画見た。映画見た。それは映画だろ。すごい。何見たんですか？映画だろ。コナンね。はいはいはい。楽しいよね。はいはいはい。ね。モロタで駆動。ありがとうございます。似てる。いや、ゲンタくんのが似てるから。あ、ゲンタくんの声、ゲンタくんのじゃあ声真似しましょうか。じゃあ行きましょう。つぶれ、あ、ゲンタくん。なんか、言います？あ、大丈夫です。行きます。はい。コナン！ほら、似てる。どうもありがとうございます。似てるやん。ありがとうございます。めっちゃ似てる。めちゃくちゃ似てるんだから。めっちゃゲンタや。受けました、千葉で。受けました、ね。千葉で初めて受けました。声がゲンタくんだけど。あれ本当にゲンタかと思って来てくれた。ゲンタかと思った？今日はね、ゲンタくんの声優さんに来てもらってます。ちょっと声出してもらえますか？はい。あ、もう一回、じゃあいい？もう一回。コーナー！これでございます。ありがとうございます。顔はね、顔はでもしんべヱだけどね。今ね。顔はしんべヱ。顔はずっとしんべヱ。きり丸。ずっとしんべヱの顔してる。ジム、小学生がマジでゲンタの声優さんだと思ってました。受けてるね。間違った情報を与えたよ。間違ってるよ。いいね、そうですね。もう今日公開収録でやってますんでね。はい。お願いいたします。お願いします。5月10日水曜日でございます、今週も。はい。お願いします。頑張っていきましょうね。ねえ、ここが、はい、千葉駅の、千葉中央駅か。千葉中央駅の、京成ローザ。はい。っていう映画館、イースト館ですね。イースト館の4階でやっております。はい、映画館のね。はい、皆さんよかったらどっかで遊びに来てください。はい、お願いします。さあ、先週に引き続き平山慎吾が来てくれておりますが。いや、本当に嬉しいですね。いいですね。はい。嬉しいでございますよ。本当ね、早いね、時間が。あっという間だったでしょ、先週。生放送、ね。楽しい二人とさ、映画館に来てくれる優しい皆さんのさ、うん、眼差しとさ、うん。あれ？このラジオブースのさ、はい、このちょっとムッとした暑さとさ、そう熱気でね、熱気とね、うん、がなんかもう時間とね、頭がぼーっとなる。これね、よくねえじゃん。ちょっと待って。よくねえじゃねえかよ。なんだ、時間と頭がぼーっとなるって。ぼーっとするね。すんなよ。頭はまだわかりますけど、時間がぼーっとなる。なんだ、集中しろよ、もうちょっと。ごめんごめん。ねえ、お願いしますね。白安さん来ていただいてるんで、やっぱたくさんボートの話したいですね。
ああ今ボートから。ボートから。そっちから。そのちょっと待って、でもそれは聞いてる皆さんにもやっぱボートのこと知ってもらいたいから、ボートの質問があるかもしれないから。あ、そういうことね。ちょっとその呼びかけお願いしていいですか。はい。はい、はい。それでは番組では皆さんからのお便りお待ちしております。メールアドレスは info@892fm.com、info@892fm.com でございます、はい。ファックスもあります。043-441-5592、043-441-5592、宛先に、たるみとはるゆえの昼過ぎ V も聞いて入れて送ってください。お願いします。そしてまた、ハッシュタグ昼 V でツイートしていただけると、ね、ハッシュタグ昼 V ですね。昼 V。我々読み上げますんで、その場で。ぜひぜひ。だってもう V モンキーっていうのも、もう協定用語っちゃ協定用語だもんね。そうですよ、協定用語ですよ。ボートレース用語。そう。こんなに子供がいるのに協定の話してるんですね、俺たちは。ね、いや、でもボートレースはね、別にその、お金をかけるかけない関係なく、そう。家族で行って、ボートを楽しみながら、ご飯を食べたり、家族の交流ができる場ではありますからね。噛み締めてるよ。なんか本当に、先週に引き続きさ、こんなこと言うのあれだけど、本当一言一言いいことしか言わないね。重みがあるって言われる。全然違うわ。言葉に。慣れ合いすぎだって。何このいいパンチ。慣れ合いすぎだって。重たいなぁ。リズムもいいからね。でも本当にこんなこと言うのもあれだから、そのボートレーサーになる人たちって、みんな子供の頃に父親に連れられて、見に来たとこがきっかけ結構。すげーってなって。そう、そればっかだよね。言うよね、そういうふうに。昨今本当に競馬場もそうですけど、割とちゃんと整備されて。ごめん、競馬場のことは全くわからん。そうだけど。すごいな。なんでだろう。競馬がすごいって。なんで競馬の話、競馬も競艇もね。そう、競艇場がね。そうそうそう。って言うとね、なんかお金かけるからちょっとなんかこう危ないとかさ、ちょっと汚いとかさ、汚いとかね。怖いってイメージあるけど、全然そんなことなくて、クリーンな場所でね、公営ギャンブルはやってますんでね、ぜひ皆さん興味持っていただきたいと。嬉しいですよね。おー、少年みんな、ね、何見に来たんですか、何見に来たんですか、コナンかな、コナンかな、コナンマリオ、マリオだ、ありがとうございます。マリオ面白かったですか、うん、あ、面白かった。このおじちゃんがね、マリオのモノマネできるから見といて。 It's me マリオ。いや、できた。できるんだ。できるんかい。できるんだ。何でもいけるんかい。何でもいけるんかい、お前。何でもいけんのよ。おい、若い時のキリン田村さんどれでしたっけ。待てー。待て待て待て。やってやでー。それわかんないわ。若い時のね。なんで若い時のキリン田村さん。うん。なんで若い時の。ね、子供に向けたモノマネということで。はいはいはい。はいはいはい。オープニングですよ。何そのオープニングですよ。オープニングですよ。でもさ、やっぱこのなんか嬉しい、この本当に先週も言ったけど、はい、人が見てくれてるって。うん、あ、なんかね、テンション上がるよね。そう、手振ってくれてさ、子供たちとかすごいちゃんと反応してくれるじゃん。そうっすね。むっちゃ、ほんとなかったからこういうことが。そうですね。これ、逆に、ラジオだけ聞いてる人ってどんな感じなんですかね。確かにね。ね。しかもなんか、変な話さ、お笑いはさ、舞台の数が多いから。はいはいはい。やっぱ、客席の雰囲気すごい大事にするでしょ。大事にしますね。で、近寄って来られたり、手振られたりするとね、もう頭そっちに行っちゃうわ。行っちゃいますよね。よくないね。いや、でもやっぱりそのリスナーさんのことも考えて。そうだよね。だから。うん。でも俺はやっぱリスナーさんと早くお会いしたい。わ、だからね、来てほしいってことでしょ。来てほしい。いや、そう、それはそうだよ。うん。せっかくね、聞いてくれ。ほんとハグしたい。マジで、千葉、ここ埋めたいっすよね。この、ブース前を。ああ、いいね。水曜の昼は。あ、慎吾には言ってなかったけど、はいはいはい、春家くんが、タネさん、令和で初めてラジオから売れた芸人になりましょうって。はずいて。いいこと言う。はずいて。いや、でもその、熱は持っとけよ。はい。あ上から、今日初めてラジオやってる人間が。ラジオなんかほぼね、聞いてこなかった人間で。ラジオなんかの仕事なんてしたことなかった人間が、こんなことを言うよ。その列もっとくよ。その列、お前もっと刺さりましたわ。忘れんなよ。刺さりましたわ、今。福岡で、地元が一緒だっただけで。そう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 。いやいやいや、でも。熱っ。ちょっと熱いよ。いや、今日なんか3人でやるってなかなかないからね。そうっすね。はいはいはい。本当に。でもこれからどんどんゲスト来てもらって。そう、ゲストの人呼んだ方がさ、いいんじゃない？いっぱい。いろんなさ。あ、なんかもう二度と来ないみたいな雰囲気。いやいや、呼んでくれるなら来たいよ。うん。来たいけど、そのね、千葉ね。何？何？その、稲毛から千葉間が長い。その前はいいけど、確かに、ね、なんかそのちょっとね、稲毛千葉、津田沼稲毛間かな、うん、がめちゃくちゃ長い。長かったね。そう、長い長い長い。なんか他の、ね、総武快速線、はい、できたけど、そこがだけめっちゃ長いんだよ、ね。長かったね。でも津田沼は、津田沼稲毛間でしょ。千葉です。千葉でしょ。はい。空いてましたよね、でも結構。え、めっちゃ混んでたよ。え、俺ずっと座れなかったよ。え、ゴールデンウィーク中だから、すごく混んでましたよ。え、うん。僕も立ってました。千葉ってゴールデンウィークすごい混むよ。どこでもそうだろ。こいつ。何を言うとんねん。
千葉県ってすごく賑わうね。千葉。でもだって千葉駅なんかすごいね。うん、ああ前駅前賑わってましたね。駅前めちゃくちゃ賑わってた。はい、出てガヤ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 ってずっと言ってたよ。うん、言ってましたね。部活の後輩ぐらい今なんか頭下げてくれた子供た。知り合いかなと思ってくれて、ね。うん。じゃあすって。じゃあこんなところで一旦。そうですね。はい、一旦 CM 行きましょう。一旦 CM でーす、はい。昼ご飯食べた人もこれから昼ご飯の人も昼過ぎ V モンキー。そういえばたるみさーん、どうしたの春家。はい、大丈夫でした。たるみさんどうしました？あれ何が何が、あでもさっきなんかあれちょっと待ってって始まる直前に、あちょっと待って、違う違う、これもうあるあるでさ、はい、ここの素晴らしい社長様がね、はい、僕らがラジオここで初めて来るってことで、はい、すごいなんか量のね、マスクを差し入れしてくれたの。いただいた、僕もいただきました。でもこれをうまく使おうと思って、うん、ちょっとここに来てくれてる人たちに何名かに配ってたの、ね、あいい、めっちゃいい、ね、めっちゃいい。だからさっき家族連れが4人ぐらいで僕らの方手向いて振ってくれてたから、はいはい、あ4枚渡しに行こうと思ったらもう始まっちゃったから、うん、それはあやだったそうそう、ああったじゃあ、いや、いいやつ、いいああだったんだ、そうそう、ごめんごめん、なるほどなるほど、ごめん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 、そういえばたるみさんということで、はい、コーナーでございます、はい、これは私がですね、はい、そういえばたるみさんから始まる、あ、そういうコーナーなんだ。そう。こんなことありましたよねっていう。うん、で、あるんですか今週は。今週ありますよ。あら、それあるか。考えてきてるんですか、それないとこのコーナーしないもんな。しんちゃんもゲストに来てるんだから。そうですね。まあ、先週ね、ちょっとお話もしたいなと思いましたけど。はいはい。今、5月10日、今日5月10日なんですけど、はい、これ収録で5月3日に収録してるんですね。はい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 。5度を待ちながらですね。じゃあ、5月10日だから。渋いとこ出すな、こいつ。わかんないねな。なんでわからんねん。戯曲だよ。わ、まあ、からんか。わからん、わからんもんですよ。わからんもんですよ。わからん、わからん。絶対わかんない。はい。その、わかるはずでしょみたいなスタンスで言ってください。それダメよね。それ、そういえば、たるみさん、そういうとこダメです。はい。どうぞ。で、どうぞ。で、そういうとこダメです。あれあれ本当に本当に、パーソナリティどっちかやめろよ。どういうことどういうことどっち、いや、いやね、最近話題といえば、お隠し子問題です。え、我が社の先輩出た、はい、いたの、いました。え、マジ全然知らないんだけど、そうなんですよ、ニュースになってます。あ、そうなんや。まあだからこれね、さすがにめちゃくちゃ話題になってるんで、ちょっと触れたいなと思ってたんですけど、はい、サタビルダーズの YouTube で有名なバッドボーイズのサタさんが、はい、7年間不倫して、隠し子が今年生まれてたと。すごい、ね、すごいです、うん、ちなみにお会いしたことありますか？俺サタさんは、いや、ルミネとかでもしかしたら挨拶してるかもぐらい。ああ、うん、でも面識は全くないよ。ああ、僕は一回前説の挨拶行ったことあるんですよ。それぐらいだよね、いわゆる。はいはい、いわゆるそれぐらいで。で、その、僕、隣町なんですよ。あ、福岡だっけ？福岡の。あ、そう、福岡です。福岡か。福岡の、佐田さんが笹栗町っていう町で、僕はその、山を一個越えたらもう末町っていう出身で。じゃあ、山笹栗町？山笹栗町じゃない。笹栗山町？笹栗山町でもない。今。笹栗町と末町。今何町？今は、わかんない町。で、その挨拶したときに、この、実は、末出身なんですよ。あ、言ったんですね。あ、言ったの、うん、大事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 。まあね、ほんと隣町なんで、うん、もうチャリ県とかなんで、うん、そしたら、え？お前、どこっち？みたいな。おぉ、いいね。あのまま。いいね。もうあの、かっこいいね、映像で見る。え、どこっち？おい、タケトみたいな。ちょっと B コースの武田さんいらっしゃる。元 B コースのね、武田さんいらっしゃった。はいはいはい。おい、タケト、俺の後輩来とるけって言って。あ、清人さんじゃなくて武田さんなの。武田さんを呼んでたんですよ。そんで清人さんもいなかったんで。おい、タケトみたいな。だからすごい僕の中でいい人のイメージ、ね。いや、そのイメージよね。あって、やっぱ熱い男。のイメージが、うん、おい面倒見ちゃれよタケトみたいな、なんで俺が見るんだよみたいな、うん、ね、超楽しい時間過ごしてたね、ちょっと残念というか、うん、あらららら、僕なんか勝手にこう自分がね知名度上がったら、うん、もう一回挨拶しに行きたいと思ってた先輩芸人の一人なんで、はい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 、ちょっと残念なことになっちゃったなっていう、ね、え、知ってましたこのニュース？もちろん昨日ぐらい知ったけど俺も。あ、本当ですか？昨日、一昨日ぐらい。うん。でもまあ、それぐらいですもんね。5月1日、2日ぐらいのニュースで。うん、僕今初めて知りました。あ、本当ですか？そんなあるって。そうそうそう。これね、でも、だいぶ俺コメントとか見たんですけど、うん、まあみんなひどいことを書いてるんですよ。まあそれはね、奥さんに内緒で不倫してたっていうのは悪いことかもしれないですけど、うん、俺ね、どうしても消せないのが、うん、
こうマジで他人がとやかく言うことじゃなくないっていう。いやこれはね、いやむずいですよ、むずいですよ、問題としてね。これはそうなのよ。でも俺ちょっと切り込みたくて、うんうん、1個ね、一個じゃちょっと社会にね、そう、例えばそのフォーエグザンポー、フォーエグザンポー、はい、あの犯罪を犯しましたと、うん、何でもいいですけど、じゃあ人殺しとかでもいいですよ、うん、まあ、障害とか何でもいいからね、そう、障害とかね、うん、それは叩かれるべきやと思うんですけど、もう当人間の問題じゃないですか、うんうんうん、刑事事件じゃなくて、はい、民事です、ね、民事なんで、民事、うん、そこなんか俺すごいな世間って思っちゃったんですよ。そうですね、それでバッシングがすごいですもんね。バッシングがすごいんですよ。俺なんか俺すごい嫌だなと思って、いやそれ許されないことだと思うんですけど、それをわざわざね、こ周り他人が言うことじゃないですよね。そうそうそう、うん、なんかね、追い込む追い込むみたいなその風潮が俺はちょっと嫌でしたね、うん、まあでもそれこそ隠し子の経験があるタレちゃん、どうなの、どうですか、やっぱり俺は今の奥さんと、うん、付き合いしな、バカ野郎お前今何歳でしたっけ隠し子、ふうすごいな、6歳小学校1、バカ野郎、ちょっと待って、こんな具体的にボケるとさ、具体的にボケるとマジみたいになるから、可愛い、違うから、違うんだもんね、違うよ、違う、うん、あ違いました、うん、あ多分だけど、この話題俺らは笑えるけど、多分外は笑えないよなんで、うん、分かんないからね、うん、だから不満があるわけでしょ、憤りを感じるわけでしょ。そうですね、ちょっと不倫だってなんだって、うん、他人がとにかく言うことじゃないのよ、うんうんうん、これはね、でもまあ一個、まあ世間の目のそのいわゆる方に回るのであれば、いやあんたは目につく人なんだから、世間の人様からすごい影響力がある人なんだから、そんなことをしてちゃダメだよっていう意味では、まあその応援してる人のね、あそうね、そうね、あの悪い影響が出る可能性はあるという意味では、まあ分かるんだけど、まあでもそんな言っていいことじゃない、人がってのは分かる。なんかね、そう、最近ちょっと悲しかったというか、うん、うん、俺はなんか腑に落ちないというか、うん、いや、それでダメなこととは分かりつつも、別に自分が佐田さんを好きだからとかそういうことではなく、そういうことではなく、ね、これが例えばもう全然知らない人でも、まあまあ、昔からの日本のね、そうそうそう、だいぶ前からあるもんね、そういうことテーマがね、うん、あるからね、こういうのはね、うん、いつからこうなっちゃったんだろうなと思って。いやでもさ、思ったんだけど、うん、佐田さんって今 YouTube でめちゃくちゃすごい人やん。すごいですね。これがもしそんなことがなくて、うん、あんまりその知名度がね低かったらどうなのかってのもない？いやでも多分ね、出てると、出てる、でもそこまでバッシングされる、なんかちょっと知名度があって、まあね、また出てるから、まあ、まあ妬みそねみじゃないけど、そうですね、そういうのもあるんじゃない、あるのか、ね、妬みそねみはでかいと思うぞ、うん、ちょっとねやっぱ今週楽しく行きたかったですけど、真面目なやつも、いやそう、ね、いや大事大事、すいませんすいません、いいですよ、そういえばたるみさんのコーナーでした、うんうん、それでは曲に参りたいと思います。いっちゃってください。エレファントカシマシ、はい、風に吹かれて、さよならさ、趣味は献血、春家です。ゲルスギ V モンキーティーマトーク、わーティーマトークだ、なんだそれ、はい、俺テーマトークだろちょっと待ってよ、じゃあシーンやばいってはいはい、はい、なんで芸人が2人でボケてボケて役者の慎吾がゲストに慎吾が突っ込んでんの何この構造、最高ですね、うん、最高だよ、うん、最高なんか、さあ早速、はい、テーマトークいきたいんですけども、その前に、はい、これはメールかな、メールです、メールいただきました、はい、メールいただきました、ありがとうございま す,、はい、います、ラジオネームデッチさん、デッチ、タルミさん、ハリエさん、こんにちは、こんにちは、ツイート拾ってくれてありがとうございます、どういたしまして、スタジオ行けなくてごめんなさい、リオ名古屋済みなので千葉は少々遠いです、お確かに、いつか時間作っていきますね、おすすめの映画揺れるリトルダンサー、どちらも見てみたいと思います、うわ嬉しいわ、嬉しい、これマジでいい、嬉しいと思います、みんなそのゴールデンウィーク何するってなってた時に、確かにね、揺れるかって、うん、見てみようかなって、みんなさ、これ日本映画とかの方が見やすいの、海外の方が、いやこれさ、洋画の方がやっぱみんな見てない、邦画あんまりなんか見てる人少ない感じするよ、本当、いや多分邦画の方が見てますよ、本当に、うん、これさ分からんのよ、じゃあ邦画って言ってもそのコナン君とかアニメーションの方じゃないのやっぱり、まあまあ確かに最近はそっちじゃない、あのまあうん、そんな気がする、コナン君もそうだし、いやでも結構邦画見てるイメージありますね、映画を見るときにあたってさ、邦画と洋画どっちが入りやすいんだろう、はい、例えば知ってる人とかが出てる人の方、出てる方が見やすいのか、それも全く知らないその海外の役者さんたちがやってる方がもう非現実的で見やすいのか、なんかそのジャンルごとにまた違うんじゃないですか、そうなのかな、SF、 俺 SF だったら外国人の方がいいです、あサイエンスフィクションね、はい、フルネームだこいつ、なんか非日常を見たいから、うん、
外国人の方がやっぱ普段周りにいないから、うん、そのなんか非日常が感じられるというか、はいはい、そういうことか、洋画とかそっち行っちゃうんだ、はい、逆にそのホラーだったら、うん、あの邦画の方がいいです。あそのホラー見るときってうーってなりたいわけです。あだからちょっと リアリティも欲しいわけですね。そうそうそう、日本の風景でリアリティのあるやつだから、まあ、あとホラーは絶対に日本が一番だからね。あ、そんなね。いや、ホラー映画作らせたら日本絶対1位だよ。ええー、どうやったって。じゃないとリングとか向こうに持ってかれないじゃん。あ、そうなんすか。リメイクだもん。あ、そうなんすね。アメリカは。ええー。日本のホラーはやっぱちょっとその、静かな恐怖みたいなさ。あ、はいはいはい。あの、アメリカのはそのパニック、なんか、わっっていう感じが多いけど。アメリカはパニックで、日本はほら、お化けとかのさ、ちょっと呪いとかね。そう。そっちが日本はやっぱ強いから。やっぱあれめっちゃ怖いですよね、日本の。俺だけじゃなかったの。あ、こんにちは。うん。いや、俺だから日本の怖いなと思って、ほら。怖いよ。めっちゃ、だからそれ俺日常の風景、見てる風景の中にそのお化けとか、呪いとかが出てくるから怖いと思ってました。うん、それ技術的にもやっぱそうなんですか。そうなんじゃないのかな、うんうん、なんかそう言われてるよね、やっぱり。へぇ日本人が、それなんだろう、パラノーマルアクティビティとかで、はい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 。おもろかったですね。多分、おもろかったけど、はい、おもろいくらいで終わったでしょ。そうですね。怖いじゃなかったでしょ。そうですね、そうですね。でもリングとか、あとなんだ貞子とかもさ、むっちゃ怖かったよ。怖いよね。めっちゃ怖かったっす。そうそう、今、それこそ犬鳴き村とかも。とかさ、ちっちゃい頃だと学校の階段とかさ、むっちゃ怖かったやん。はい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 。やっぱ、でも本当そういうことだな。そういうことなんですね。やっぱ海外だと、いわゆるそういうお化け的なことはゾンビだとかドラキュラとかだから。そう。はあはあ、そう、まあ、馴染みもないから、ちょっとまだ違いますもんね。うん。で、今週のテーマがですよ。お、なになになに、高橋ちゃんにもらったんですけど。うん。アニメです。あら、アニメだ。音響の高橋ちゃんがアニメ大好きなんでね。いいね。うん、もらいましたよ。いや、今はもうアニメは欠かせないんじゃない？いや、それ本当に昔からや。どの時代もや、日本は、ね。今はもうアニメは欠かせなくなってんじゃない？でももう日本が胸を張ってこれだけ絶対1位って言えるのはアニメじゃないですか。アニメ、コミック、だから漫画とかね。本当に？日本が絶対誇れる？意義を挟めない。それは1位じゃないんじゃないって、意義挟めないものって。ディズニーがいるよ、でも、海外に。ああ。ディズニーが。最高だよ。でもやっぱりそのさ、今で言う鬼滅の刃とかさ、あ、まあね、呪術廻戦？ディズニーは、まあアニメか、アニメーションムービー。アニメ英語ですよね。まあまあそうか、アニメ分の分類か、うん、ディズニーアニメって言うから。ああ、じゃあ確かにそれは分かんないです。漫画じゃない？やっぱり日本で。そうだね、漫画はすごいよね。漫画はすごい。漫画。うん。でも、テーマトークは？アニメです。はい、アニメです。漫画ダメです。もう高橋ちゃんがアニメって言ったんで、はい、アニメです。いいですね。なんか影響を受けたアニメとか、人に言われたら絶対俺はこれを進めるってアニメありますか？それ誰が見ててもいいや。うんうんうん。あ、もうそれ見たとかはなしで。はいはいはい、俺1個あります。お、じゃあ4個ちょうだい。なんでいい？いいよ。なんでいい？ 1個でいいよ。1個でいい。1個言わしてあげてよ。じゃあ、うん、じゃあ俺、慎吾がそう言ってるんだったらマジで1個でいいよ。うん、ごめん。いや、でも1個言わせてくださいの1個は本当にちゃんとした1個ね。マジで本当にちゃんとした1個です。よしよしよし、うん。じゃあいいよ、それで。これ、鋼の錬金術師、フルメタルアルケミストです。わかる。はい。え、わかるわかる。いや、笑ってますよ。いや、これ関係ないからね。笑ってない、笑ってない。これは関係ないからね。え、でも、いや、僕も世代的には一緒じゃない？鋼ね。鋼ね。あ、でもそっちで来るとは思わなかった。いや、これが結局、その、なんていうんですか、ニッチなアニメ作品とかいっぱいあるんですけど、うん、結局剥がれめちゃくちゃ面白い。いや、すごいよね、剥がれ面白いですよ。わかる。バックトゥーザフューチャーみたいなことっす。そうだね。映画で言う。ま、巡り巡ってね。そう、巡り巡って剥がれ死ぬほど面白いから。確かに。確かにね。子供が見てもアクション要素で面白いし、うん、大人が見てもその人間模様深いしね、人間の、錬金術のね、うん、難しさもあるし、ね。これは面白いです。いいシーンいっぱいあるんだよね、剥がれって。いいシーンいっぱいある。そんなこと言ったらこっちもあるよ。あります？何？ちょっと、いや、絶対ちょっと被っちゃう。でもちょっと剥がれんとジャンル被っちゃうかも。なんだよ。全然絶対共感できないわ。なんだよ。メジャー。めっちゃいいやん。最高なの。メジャーメジャー。メジャーめっちゃいい。重野五郎。俺、でもメジャーに合わせておすすめしたいのが、ダイヤのエース。1個だけです。いっそ、1個っすよ。なんで2つ行こうとしてんの？ほらね、シンゴこうなるだろ。だから多分、ハガレンが1位じゃないのよ、多分、シンゴの中で。そうだって1位だったら、そのダイヤのエース出てこないもん。出てこない。これなんか同率で3位ぐらいのやつを今言ってるでしょ。まあまあ、メジャーもわかりますけど、僕のハガレンが1位ですけどね。これでいいんだもん。これでいいんですよ。なんでそこで、あ、それに合わせて言えばダイヤのエースです、じゃないんすよ。いらんいらんいらん。それいらんわ。マジで。はぁ？いらん。そんなこと言ったら。みんなで面白いの言えばいいんじゃないの？いや、一人一個。一個でしょ。一人。最後、だから、その、タルちゃんがドーンって最後、その、締めてくれるから。その、納得させてくれる。そう、これはもう僕らが腑に、もう、グーの音も出ない。
ような漫画のタイトルドーンと来てくれて、ああ確かにタレちゃんやっぱりそれ俺ら忘れてたわ、うん、確かにねっていうのはちゃんと、はい、発表します、はい、お願いします、僕の中でのアニメ第1位は、うん、1位ドラゴンボールです。そうだよな、うん、まあな、いやそうなんだよ、まあドラゴンボール、ちょっと待って、これ聞いてる人マジ楽しい、これそうなの、いやそうなの、ね、大丈夫、名作だもん、じゃあマジでそうなのよ、うん、マジでドラゴンボール、ドラゴンボールかクレヨンしんちゃん、うん、これ、うん、あとなんで君スラムダンク言わなかったの？散々言ってたの？それは、いやだから、いやスラムダンクって言うかと思ったの、ね、絶対言うと思ったよ、あごめんなさい、俺人におすすめするならでした、なんで言ってた俺、どういうこと、何その過去形の難しい過去形、いや分からんす、分からんす今でもまだスラムダンクこの映画館でもやってんだよ、まあ、やってますね、やってた、やってた、いやまだだって不確かな夢叶えるんだよ約束の夜に、不確かな夢からじゃないですよ、いや俺じゃあ人におすすめするやつだと思ってた、あじゃあハガレの錬金術師なんですか、それはハガレんすね、じゃあ僕知ってるかどうか分かんないけどサムライチャンプルって映画だわ、あそうです、アニメだわ、勧められたでしょ、見た見た見た、もう超かっこいいから、なんかやっぱかっこよかった、ちょっといいでしょ、ちょっと昔のアニメでしょ、 あのちょっと見てない、見てないそれ、あのサムライとかの時代に、はい、とあのレゲエミュージックと、そうそう、なんかそれがね全部重なってんのかっこよく、でタイトルが全部四字熟語になってて、あそうだったね、チャンプルは混ぜるってことですか、そうそう、侍とラップを混ぜる、レゲエか、そうへー、で面白いのがまだ喋っていいよね、はい、途中でカセットがカセットの画面なんだよ、あのいわゆるカセットテープの画面がガシャンって降りてきて、はい、ガガ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 って戻して、はい、ある場面に一気に戻すのよ、うん、で違う場面から、うん、その違う角度からスタートするんだよ、その演出 が変わって、そう、はい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 、演出がめっちゃおもろいのよ、面白いね、面白そう、超おもろいのよ演出が、そう、その時間は他のとこではこういうことが起きてました、こういうことが起きてましたっていうのを江戸時代とかあの時代なのに映ってない部分を映してみたいなことか、そう、その時代とカセットテープとかも全部ガッチャンコになって、面白そう、超おもろいのよ、おもろかった、高橋は見たことある、知らないでしょ、サムライチャンプルかっこいいから見て、ないそうです、超かっこいいからね、じゃあなんかスラムダンクなんかハガレン言われたの嫌やったなまあでもハガレンはいいよ、めちゃくちゃいい作品ですからね、まあでもこのテーマ終わりなんで一旦 CM 行きます、一旦 CM でーす、どうも南海の黒ひょう春家です、昼過ぎ V モンキー、たるみ映画好きだってよー、よいしょー、好きだもんね映画、はい、うん、平安くんもそうですけども、はい、この二人マジで映画好きだからな、でも、今週は、はいはい、先週もそうだったんですけど、別にハードル上げるわけとかでもなく、はい、僕も、ゲストの平安くんも映画が好きで、特に平安くんはちゃんと普通にあのそれこそ役者さんをメインで役者さんですからね、今までやってきてるんでちょっと、はい、平安くんの、うん、今週はちょっとおすすめ映画、僕のおすすめまた言ってますか、先週が、西川美和監督の揺れる、揺れる、うん、揺れる、いい映画だもんね、素晴らしい映画、もうこれ喋ってる時点でもうちょっと今日の夜見ようと思って、そうね、揺れるですね、揺れるですね、違う違います違います、揺れる、揺れる、あ違う違う違います、揺れる、揺れるです、揺れる、なあこれちょっとなんかあのあれがありましたね、八百長疑惑みたいなのがあって、その先に田津原さんの点数が出ちゃったみたいなね、うん、いやそれバレルーだね、それバレルー、バレルーね、俺のテーマの最後バレルー、あの歌いいよね、あの歌いいよね、あんまそこ知らないです、バレルです、あの歌めっちゃいい、はい、お願いします、お願いします、あいいの言って、はい、先週がそのさ邦画だっただよそうでしょ、はい、はい、だからさちょっと今回はこれ ちなみにそのたるみさんが、うん、その平安さんが僕がおすすめする映画をなんか当てようとしてる、ね、今ちょっと予想して携帯にも出してます、はい、で、今回、洋画で。洋画。洋画をね、おすすめしたくて。はい、もう2分の1は勝ちました。はいはい、2分の1。ここからです。勝ってる。レナードの朝。かーなんだったの、タルちゃんは。僕、戦闘ブーマンかな。あー、戦闘ブーマンね。君の香り。レナードの朝。レナードの朝っていう映画があって。本当に？ロバート・デ・ニーロとロビン・ウィリアムス。ロバート・デ・ニーロ。天才。あ、ロビン・ウィリアムスさんも多分見たらすぐわかると思う。すぐわかると思います。もう、なられたか。有名な。うん、ああそうそうそう。もちろん。ね、ちょっと、なんて言うんだろうな。何、でもロバート・デ・ニーロは知ってるよね。ロバート・デ・ニーロはもちろん知ってますよね。さすがに。これです、この人。ああ、そう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 。そうラジオじゃ絶対伝わらない動きしてますけども。そうだ、ラジオだった。はい、はい。いや、そう、その映画がね、また良くて、そのロバート・デ・ニーロがちっちゃい頃に、なんか、不治の病かなんかで、眠っちゃうんすよ。はい。不治の病っていうか、こう、不明な病で。そう、あの、怪奇的な、もうよくわかんない、原因不明の病で。で、ずっと意識はないまま、大人になるんです。
20年、そう、植物人間的な状態で20年ぐらい経つんですよ。はは。で、大人になった状態で目覚めるんです。はい。そしたら周りはもう、あれなんだ、ね、この世界は。うんうん。でもとりあえず精神病棟に入れられるのかな、あれ。そうです。で、入れられて、体がね、あんまり動かないんです。もう、基本的に。まあ、まあそんな長い時間、体力がないから。そう。長い時間寝てたらね。でもなんか、ある薬かなんか、だったんだよな。で、体が動くようになって。はい。で、意識もちゃんと大人だから、意識もして、はい、動くようになって、あ、これから自分の人生は、これからだっていう時に、その病院で恋に落ちるんですね。ある、お父さんを見舞いに来てる。娘に恋に落ちるんです。で、まだ自分は病人だから、この病気を治して、この人と恋をしようと。はいはいはい、で、目論むんですけど、はい、やっぱりその原因不明で何年も倒れてたから、また薬がどんどん効かなくなって、はいはい、体が動かなくなっていくんですよ、徐々に。はい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 、でもその人に恋してる、はい。初めて恋した。でも自分はこの体がどんどん動かなくなっていく。しまいにはまた眠ってしまうんじゃないか。はい、っていうこの葛藤。もうね、一個ね、まず、もうね、見てほしいシーンがあって、その人とダンスをする。最後らへんにダンスをしたいっていうシーンがあって、ダンスに誘うんです。ロバート・デ・ニーロが。はい。けども、手が動かない。またどんどん動かなくなってくるから、ずっと震えて震えて。うん。でも口も動かない。うん。ダンスが一緒にしたいっていうのが動かない。うん。けども。誘えないんだよね、うまく。あ、やべ、泣くかも俺。え？マジで。ほら、ほら！ダメだ。ちょっとこれ待って、ちょっと待って、これで。ダメ、やばい。ちょっとしんちゃん、これね、3週前。やったな、この人。俺もう同じことになったの。ああ、これなるね。マジ泣きしてた。思い出しながら、泣いちゃうの。いや、これ僕も、なんか、映画見て感動したいなとか思うとき、絶対この映画見るんですけど、絶対泣くんすよ。僕も10回以上見てるかな。最近あんま見てなかったけど。うん、で、絶対泣いちゃうんすよ、同じとこで、うん。もうね、飽きないというか、慣れない、この感動に。そう。それぐらい素晴らしい。レナードの朝。マジでいいんですよ。もうだってロビン・ウィリアムスさんですよ。そう、これものすごくいいんだよな。本当、これも本当見てほしい。ねえ。うん。見てほしい。結構見てる人いるんじゃない？名作。レナードの朝もう超名作ですから。名作と言われてる。超名作なんすね。グッドウィル・ハンティング。グッドウィル・ハンティング名前知ってる。でしょ？グッドウィル・ハンティング。あ、の主演の人ですよ。ロビン・ウィリアムス。マット・デイモンとロビン・ウィリアムスだもんね。心理学者の方でね。そうそうそう。主演。見てはないです。見てはないか。あと、パッチ・アダムスだっけ？ピッチ・アダムス。パッチ・アダムス。パッチ・アダムスの博士のね。博士の、真実の物語かなんかの主演の人なんですよね。博士の愛した数式は、寺尾明じゃなくて、渡辺。え、渡辺健さん？健じゃない？いや、寺尾さんです。寺尾明さん。はい、寺尾さんね。あ、でも聞いてて、うん、あれちょっとベンジャミン・バトンっぽいなと思いました。あー、でもあれは、歳がどんどん幼くなってて。でもちょっとその、奇病というか、はいはい、病、うん、病に侵されて、の物語。はははこれね、本当に見てほしい。なんかでも何回もその、本当に好きだから喋ってて泣いちゃうみたいな。それこそ僕が先週紹介したリトルダンサーっていう、はいはい、もう紹介したもんね、本当に好きなシーンで、お父さんが、もうね、もう。もう泣くなよ、誰ちゃん。泣くなら俺が代わりに言ってやる。お父さんがね、息子にね、バレエを何とかして習わせてやりたいから、つってね。そう。あれなのね。その村はね、やっぱりその遅れてるから、男がバレエなんて、おかしいだろっていう。その同じ体育館、バレエと教室で習ってる体育館にボクシングをやってる男の子たちがいるんですよ。そうです。で、息子はそっちにやってたんだけど、ボクシングよりバレエの方が好き。そう。っていうのを、あるし、でも、これ周り、僕がね、バレエやってると、家族自体が変な意味で見られちゃう。とかいうのもあるんだけど、でも僕はバレエのが好きなんだ。バレエで、大人になってもバレエやっていきたい。っていうんで、で、先生もその男の子のバレエの才能を見抜いて、君はロイヤルバレエ学団に行きなさい。って言って、ロンドンに行かせるんだけど、それは親の援助がないと無理なんですよ。そう。まだ子供だから。だからそのバレエの先生は、向こうの、その主人公の家に行ってお父さんに説得するんだけど、お父さんは炭鉱に勤めてるバリバリ昔語りの男なの。で、お兄さんも。で、その炭鉱では、ストライキを今ちょうど起こしてると。賃金が安いとか、危険だってことで、ストライキを起こしてんだけど、そのお父さんがストライキをしてたら収入がない。っていうことで、バスに乗って、その炭鉱をするとこまで行くんですよ。働きに行くのよ。本当は炭鉱を反対してたリーダーの側だったのに。はい。それは息子のバレエ代を稼ぐために。はい。行くんですけど、そこのシーンがまたいいんです。お兄ちゃんはまだバレー、何？ストライキを
してる側のリーダー側。お父ちゃんはでもその、スライキを、放棄して、炭鉱に向かってるバスに乗ってるお父さんを見て、なんで乗ってんの？お父ちゃん。ストライキしてたはずなのに。何してんだよ！で、炭鉱までお兄ちゃん走ってって、お父ちゃんがあの仕事場でバスから降りるときに、お父ちゃん捕まえて、なんでお父ちゃん、炭鉱に向かってんだよ。仕事しねえんじゃなかったのかよ。って言ったお父さんは、息子に、俺はバレエを習わせてやりたいから、働くしかないんだよ。って言うんすよ。それ、泣き崩れながら、俺がやんないとあいつができねえじゃねえかっていう。高橋ちゃん、ティッシュある？高橋ちゃん、ティッシュ！いやタルミンが泣いてる。もうダメだ。ありがとう。ダメだよ。本当にダメ。皆さん、その、感じてますこの温度差。この二人と俺の温度差。CM 行ってください。CM 行ってくださいじゃねえんだよ。CM 行ってくださいじゃねえんだよ。でも本当にやっぱり、ね、いい映画ってそれぐらいやっぱそのなんかこう、はい、あ映画を見てるというか、はい、人の他の人生を見てる。そう。うん、って感じちゃって、はい、まあ共感もするし、悲しいし、はいはい、自分もちょっと傷つくし、うん、っていうのがやっぱいい映画だと思うんですよ。はい、うんうん、そう。だから、みんなにそう感じてほしいな。え、毎週こうなるのかなこれから。このコーナー。はい。みんな見てね。ちょっと CM の間に泣き止んでね。一旦 CM でーす。頑張れ公務員、あと2時間、昼過ぎ V モンキー。あいい。なんだそれ。何その入り。何そのあいい。いや、あいいって感じで次入ろうってなったから、あいいで入りました。やさぐれてんのか。やさぐれてはない。あいいで入りましたよ。あいいでいいじゃん。あいいで入りましたよ。いやー、今日も。止まらないですね。今日も泣いちゃいましたね。いいですね。うん、素晴らしいです。すごい。思い出し泣きすごいっすね。いや、思い出し泣きはするよね。するよ。年々。うん。映画のこととかでどんどんするよ。年々。しないっすね。え、例えばなんか、めっちゃ泣くアニメとかないの？バイオレット・エヴァーガーデン。あ、あれいいって言うね。思い出しながら説明してるときちょっと泣きそうになんない？いやー。それはない。ないっすね。あ、じゃあ多分まだ泣いてないんだ。まだ泣いてないんだ。まだ全然泣いてない。泣きましたよ、俺。いや、それ泣いてないんだ。泣きましたって言いたいがために無理くり泣いた感じだ。ちょ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 、そんなことないです。あ、そっちだ。うん。そっちだ。私の涙見ての方だ。家で一人で見てんのに。そっちだ。アニメなんか一番、アニメなんか一番家で一人で見てんのに。そっちだ。そっちですよね。え？いや、でも年々さ、ほんとさ、涙もろくなってきてるでしょ。なってきてる。どんどんなってきてる。まあそれはね、ぐーってなるときだからそれこそ自分たちのお母ちゃんたちがさ、なんか、そんなことで泣くなよって思ってたことが、ちょっと分かってきてるじゃないか。ちょっとやばい。あ、分かる分かる。なんか、ちょっとした些細な場面でも、ぐっと感じることってあるじゃん。日常生活でも。俺、お妻とね、この前、刺身か。お妻。おい、刺身か、お前。うちのお妻と、ディズニーランド行ったんですよ。はいはいはい。で、今、これ、大丈夫だね。ディズニーランドで、美女と野獣のアトラクションが、1年ぐらい前からできて、で、出来たての時に、ちょうどお妻と行って、はいはい、で、その1年前は、抽選だったのよ。はい。はい。抽選が外れたら乗れなかったの。中には入れても、美女と野獣がダメだった。アトラクションが乗れなかったのよ。人気すぎて。人気すぎて。で、外れちゃって、はいはい、うわーって凹んでて、はい、で、一年ぶりぐらいに行ったわけよ。はいはい。リベンジですか？リベンジで。で、今回は、抽選とかはないけど、とりあえず並んでくださいで、1時間ちょい並んで、乗って、うん、最後の最後のシーンで、うん、なんか急にアトラクション乗りながら周りめっちゃ人いんのに、はい、お妻が号泣し始めたのよ。なんか、もう、やっと乗れた嬉しさと、はいはい、その、完成度が高すぎて、うん、で、なんか、本当にこの二人が幸せになってよかったって風に、急にズワーって泣き始めたのよ。うーってなって。で、俺もうちょっと引きながらも、ハンカチ渡して、これで拭いときって。引きながらもね。うん。何これなったんだけど、うんうんうん、なんかだんだん俺も泣きそうになってきたのよ。その、それを見て？うん、もらい泣きしそうになったの。奥さんのが泣いてるその姿を見てだね。あ、連れてきてよかったってこと。なるほど、はい。ああ、こんなに喜んでくれるんやったら俺頑張ってよかったわ、この子の。誕生日だったから。はいはいはい。誕生日で、しかも前日に行ったの、明日行くよって。そんな喜んでくれたら嬉しいですね、そら。で、その行く前日に、明日ディズニー行くから、つって、やったーってなって、行って、泣いてくれたから、あ、俺も連れてきてよかったと思ったら、泣きそうになって、まあ結局泣かなかったけど、そんぐらい涙もろくなります。
なるな。涙もろくなる話だったんだ。それはそうですよ。それは今30も超えて結婚もしていろいろね、あの思うところがあるからさ。そう、変な顔になってきて。それは前からじゃん。前からだよ。それは変な顔は。前から。俺ずっとびっくりしてるもん。最初に会った時から。なんかこれ言わない方がいいのかな。新鮮さがその止まらないさ。いやでも僕もだいぶ慣れたんですよ。驚き。たるみさんって変な顔だけど、うん、これは、あ、そう舞台の時ですね。最初会った時。これ言わない方がいいのかな。言わない方がいい。変な顔っていうのは本人分かってないな。でもお笑いやってるんだもん。お笑いでも違う。うん、でもそこで売ってないのかな。あ、じゃあ言わない気づいてないな。言わない。ぐらい、あの今はもうね、もう週1で、もう週2、週3では必ず会ってるから、あの、慣れてるけど。週5で会ってるだ。週5で会ってるから、あれだけど、でももう本当に、最初はやっぱね、あの、なんて言うんだろう、あの、フォルムも面白い。フォルムが面白いんですよ。うん。え、フォルムは別に笑い売ってない。じゃあ間違えてるかもしれない。じゃあ全然客観視できてない。全然客観視できてない。客観視で思い出した。ちょっと二人に質問していい？何？いいよいいよ。これ俺も昨日、ある先輩から質問されて、その、こういう風らしいんやけど、って言われた。質問正直にパッと答えてね。心理テスト的なこと？心理テストなのか何なのか分からんけど。まあ、いや。一番頭に浮かんだものパッと答えて。パッと言って。はいはい。あなたが今まで見てきた夢、昨日見た夢でもいいわ。はい、白黒ですか？それともカラーですか？え？全然カラー？全然カラーっすね。うん。だよね。はい。うん。でもこれ、一般の人っていうか、その、何芸能とかやってない人、はい、白黒の人多いんだって。え？なんで？白黒ですか？カラー？あれじゃあ何なんだろう、この差は。いや、多分結構カラーだと思うよ。なんでこれなんか、その先輩も、誰かのラジオかなんかで見てて、うん、で、その周りにいるこんな感じでブースがあって、周りの人に聞いたら、はいはい、基本みんな白黒やったやつ、外の人たちは。聞いてる人たちはみんな白黒で、演者の人たちがカラーやったんやって。で、芸人とか役者はカラーとか多いんだって、やっぱり。客観視して、俯瞰で見てるから、多分色がつくんだけど、みたいな。はぁ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 。なんか、現代人はじゃあカラーの方が多いのかな。でも白黒の人っているんだって。逆に白黒の方が珍しいんじゃない？あんまり聞いたことない。聞いたことないですけどね。でも、その感覚としてもなかったやろ。夢が白黒みたいになってない。ないない、そうだね。でも白黒の人多いやつ。いるんだ。へぇー。おもろくない？それは初めて聞いた。何それと思って。でも、うん、芸人はほぼみんなカラーなんやってっていう風に聞いて。あ、いや、でもカラーっすね、俺も。カラーでしょ？カラー、カラー。僕は 4K っすね。4K。え？画質？画質。なんで画質なの？すごい綺麗に見える。多分 4K だと思う。じゃあ 8K でいいじゃん、もう。8K までやる？ 8 は多分もっと上だろう。どういう会話？ 8K のやつは。上ってどういうこと？それ。え？すいません。あの、夢って、あれ？あ、そうです。あ、夢って白黒で見ますか？カラーで見ますか？白黒？カラー？カラー。カラー、カラー、カラー。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、カラーが多い。カラーが多いんだもん。カラーが多いんじゃないですか？じゃあ、その時は何やったんやろ？じゃあ、わかった。マジでわかったかも。いい？まだいける？喋っていい？いいよ、いいよ。テレビが白黒の時代の人って白黒なんじゃない？あ、そうかもね、もしかしたら。ちょっと、あの、モノクロの。それはあるかも。で、じゃない？多分その映像を見るときって、その白黒しか見たことない人って多分白黒で。あ、そうか、そうか。そうかもね。でも普段カラーで見てるのですか？いや、でもその映像として映し出すって意味で。あ、なるほど、なるほど。まあ一種の映像ですもんね、夢もね。ちょっと興味深いかも。これちょっと面白いよね、確かに。ちょっとお便り欲しいですね。うん。ぜひぜひ。わかる人。何学になんだろう、これ。そう、私白黒ですって人いたら教えてほしい。いたら教えてほしいですね。ねえ、いいですね。じゃあ、曲行きましょう。はい。はい。ポルノグラフィティで、ワインディングロード。みんなで聴いちゃえばいいじゃない。昼過ぎ V モンキー。エンディング。エンディング。エンディング。今日来ていただいてたんですか、黒崎いちごさん。挽回って挽回すなって、さっきからもうええよ、そんな。なんで挽回すんの。エンディングって、はい、答えろ懐けえマジで。タレちゃんもブリーチ詳しいんだ。全然知らねえ。全然知らねえんかい。全然知らねえ。なんでできんの。めっちゃやってましたよ。なんでモノマネできんの、それだったら。どうしよう。あの、本当にこの劇場版ブリーチの CM、うん、めっちゃ当時流れてた CM を見て、うん、ただ真似しただけ。そう。でも似てるもんね。いや、似てる。これ、もうマジみんなやってますよ。似てますもんね。
みんなやってたんだ。みんなやってた。俺らもやってましたもん、それ。あ、そうなんや。はい、全然知らないわ。いや、え？あ、見てはないってことですか。もう全く知らない。強いの、その主人公は。室ヶ谷は、その最年少で後手13体の隊長になった天才です。絶対喋らんとこ。もうこの、もう何言ってるかわからなかったもん。なんなん？全然意味がわからなかった。かっこいいんすよ。かっこいいはかっこいいですよね。かっこいいんす、室ヶ谷は。その、能力に時間制限があって、ここに、あの、氷の時計みたいなのが出るんですよ。そんなあった、そんなあった。で、時間が経つごとに、この後ろの氷が一個ずつ消えていくんですよ。あ、そうそう。そしたら挽回が溶けちゃう。大グレン氷丸の。うわ、どんなんだっけ、挽回ってどんなんだっけ。挽回なんて、ちょっとバー。似てんな、似てんな。挽回挽回された。はい。こいつ似てんな。これ似てんのかもわかんねえんだよ。エンディングですよって。はい。じゃあまた今日も。はいはい。平安くんの告知、はいはい、あ、いいの、またしてもらってもいい、はい、もちろんしてください。先週に引き続き、はい、今日はもう時間切りせずしちゃってくださいよ。あ、ですか、ラジオも閉めちゃってください。その30秒で大丈夫です。おかしいよ。もっとさしてくれていいのに。あの今月僕舞台やらせていただきまして、はい、5月の、25から28まで、はい、新宿のスペースゼロという劇場でやります、はい、舞台ライカという。おライカ、ライカっていうのは雷の雷に火でもね、これね、ローマ字、今回ローマ字なのかな、うん、RAIKAA かな、うん、はい、はいはい。それでまあ脚本があなた方の大先輩、はい、ノンスタイル石田さん、はい、もう本当天才じゃん、が、脚本書かれてて、まあ、演出はまた違うんですけど、はい、違う、ね、演出家がやられるんですけど、そう、いわゆる 2.5 次元っていう漫画原作で、ね、役者がやるから、なんか3次元と2次元の間だから 2.5 次元なんて言っちゃったりして。はぁ、ね、なんて言っちゃったりしてんだ。そうそうそう、私、僕もね、初めての 2.5 次元だから、ちょっとね、わかんないこともあったり。あるんですけど、まあ、初挑戦でね。いいですよ。それやっぱ普通のその3次元の舞台と違う演出が入るってことですか？なんていうか、やっぱ、キャラクターがあるじゃないですか。はい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 、そもそもの漫画の、はいはい。だからやっぱそっちに寄せていくというか、まあビジュアルももちろんそうだけど、まあ、声質とか、動きとか、動き方みたいなのもやっぱりこう、似れば似るほどいいみたいな。さっきの黒崎一護みたいな。あ、そうそうそう、そんな感じ。普通に、挽回とかじゃなくて、挽回、はいはい、って、もう元があるからってことでしょ。そう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 、そっちに寄せていく、みたいな感じで、それが良かったらやっぱ好評みたいなさ、感じらしいんで、でも僕も初めてだから。原作ファンをうならせなきゃいけない。そうなんです。原作のね、ファンをね、失望させないようにしないといけないっていうのもあるんですけど、まあ、それタルちゃんも。ね。6月に。6月の、2日から11日まで、舞台オーバーラックというですね、シアターアルファ東京という恵比寿にある劇場で舞台やるんでよかったら見に来てくださいませ。ちょっとテーマは重めの、ね、少年少女の、いわゆる少年法みたいな。だ今回ふざけないんでしょ、はい、あ僕多分、いや分かんない、それはふざける可能性も全然あるけども、ちょっとでも暗い中でも笑いを作るという意味では、もしかしたらそういうシーンがあるかもしれないけど、まだ台本ももらってないんでね僕。でもいろいろと楽しみなんで頑張っていきたいと思いますよ。前回もね、結構重めでしたね、たるみさんの舞台ね。あ、そうね。ちょっとね。前回はね。ああ、まあそうか。でも、たるちゃんはやっぱその中でも。まあ、そうですよね。聞かせた、うん。聞かせてましたね。いわゆる、まあ、面白担当ではあったから。そうね。はいはいはい、うん。まあ、人生、俺面白担当だから。さあ、何が何が、子供が逃げたぞ。え、今ので子供が。見てた子供が。うん、回りながら逃げた。うんうん、ちょっと後で怒っとく。やめて。怖いわ。うん、怖い。いや、でもこうやって、友達の平安くんが来てくれたりとか。いや、本当に2週にわたってね、お邪魔させていただいてありがとうございます。うん、またちょっと来ていただきたいですし、まあなかなかね、ちょっと千葉っていうのが遠いかもしれないですけど。そうね、全然、全然、全然。ね、3回言うやつって嘘ついてんだよ。3回言うやつって。全然、全然。全然で2回言ってんのに。うん、だって、女性からさ、私のこと好きって言われて、あ、好き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 は嘘ついてる。セミやん。セミやん。うん。すぐわかるでしょ。アホやん。アホだろ、うん、私のこと好き好き。ああこれの方がやっぱグッてくるから。グッとくるね。そうでしょ。でもこいつは今、全然、全然、全然って言ったから。そんな三役やってなかった。そうやろ、そんな全然嘘ついてるから。全然、全然、全然番外。番外だか。4役目。ドブサキゼロ子だ。何何今のドブサキゼロ子だ。うわ、ドブサキゼロ子です。ドブサキゼロ子。すいません。ドブサキゼロ子が出ました。お願いいたします。すいません、すいません。すいません。ということで、ちょっとまた遊びに来てください。いや、もうぜひ、呼んでください、本当に。今週もお別れの時間になりました。早い。
いっすね。早いなー。ありがとうございます。早い、マジで早い。初めての千葉が、はい、先週で、今週が2回目。2回目です。また、はい、2週間後ぐらいに。2週間後ぐらいに。千葉に行きましょう。うん、そうですね。はい。2週間後公開収録なんで、皆さん、ぜひ遊びに来てください。はい。お願いいたします。それでは今週もありがとうございました。はい。私、たるみありがてーと、レシートズ春家と、平安慎吾で、ございました。それではこの曲でお別れでございます。ハッタモトヒロで。うろこ最高。